スカ・クバーノは、ロンドンをベースに活動するバンド。メンバーには、キューバ人の他に、日本人もいる。マンボ、ソン、ルンバといったキューバ音楽を、スカ、レゲエ等のジャマイカ音楽のアレンジで演奏する。スカ・クバーノのプロデューサーであるピーター・エスコットは10年もの、間キューバを訪ね、その音楽と文化に興味を持った。そして、現地の老舗ミュージシャンから、 1959年のキューバ革命でキューバとカリブ海の文化的交流が断絶されたが、それ以前のキューバ音楽はカリブ音楽を取り入れていたことを教わる。彼は現代においてキューバ音楽とスカを融合させることを考えた。リードボーカルのナッティ・ボーはキューバのサンティアーゴに渡り現地のミュージシャンを集めた。さらに以前から交流のあった日本人。 めぐみめさくと合流した。こうして結成されたスカ・クバーノは、ロンドンとキューバを往復し、活動を開始する。現在は、ロンドンをベースとして、世界中で演奏を行っている。2005年のノーベル平和賞コンサートに出演した際には、キューバ革命についても触れた。王女体バンドであるので、時期によって、メンバーが流動的である。 以下は確認されたメンバーをすべて列挙している。ありがとうございます。